皆さんこんにちは、ココアチャンネルです。はい、今回は私の持っている帽子コレクションを紹介していきたいと思います。はい、それで今回は主に冬物の帽子を紹介していきたいと思います。それではスタート。はい、まずこちらのクレアーズで購入したピンクのモフモフで、ここにラブパワーと書いてある帽子になります。後ろはこんな感じで、このマジックシェイプは自分で調節することができるようになっています。これはキャップなんですけど、モフモフでパステルカラーのピンクなので、カジュアルな感じじゃなくてガーリーな服装にも合うので気に入っています。食べるとこんな感じです。今マスクをしているので、ちょっと帽子をかぶったら変質者みたいなんですけど、こんな感じです。結構薄めのピンクになっています。続いてこちらのカンゴールのベレー帽になります。これはカンゴールがずっと欲しくて最近買ってもらったものになります。ここにカンゴールのロゴがついています。で、後ろはこんな感じでリボンになっているんですけど、自分で好きなサイズに調整することができるのですごく便利だと思います。これは最近ベレー帽も流行っていて、黒なのでどんなコーデにも合わせやすくておすすめです。はい、かぶるとこんな感じになります。ここにカンゴールのロゴがついていて、これをかぶるときは前髪を出してもいいし、前髪を全部上げちゃってかぶっても可愛いと思います。はい、こんな感じです。最近ベレー帽も流行っているので、ぜひ皆さんもチェックしてみてください。続いて、はい、こちらの次もカンゴールのハンチング帽になります。これは花の千春を見ていた方はわかると思うんですけど、おとちゃんが天馬くんとデートに行くときにかぶっていた帽子になります。こんな感じでカンゴールのロゴがゴールドになっています。これは赤なので、ちょっと地味めな服を着たときとか、コーデの差し色とかにいいと思います。本当はこっち側が前なんですけど、今はこっちを前にかぶる方が流行っているそうです。で、このカンゴールはママが若い時にすごく流行っていて懐かしいって言ってました。かぶるとこんな感じになります。これをかぶる時も前髪を出してもいいし、前髪を止めちゃっても可愛いと思います。はい、こんな感じです。あのモンクレールのニット帽になります。これはニット帽なのですごい寒い真冬とかによくかぶっています。ここのポンポンのファーがすごくふさふさで気持ちいいです。これは白なのでどんなコーデにも合わせやすくておすすめです。最初このニット帽を買うときに赤と白で悩んだんですけど、白を買ってよかったと思います。ここにモンクレールのロゴがついています。かぶるとこんな感じになります。後ろにポンポンが来る感じになっています。これは横にかぶっても可愛いと思います。はい、こんな感じです。はい、今回は私の持っている冬の帽子を4点紹介しました。おもこのキャップとか、あとカンゴールの帽子とかは今すごく流行っているので、ぜひね、気になるものなどあったら参考にしてみてください。それではバイバイ。